皆さん、こんにちは、さきです。いとも見てくれて本当にありがとうございます。本日はですね、皆さんに重要な話をしていきたいと思います。えー、今ですね、まあ、8月5日ですけども、えー、仮想通貨や、ね、日経平均も、えー、歴史上過去最大の、ね、下落をして、えー、そして n、AS、a s a クも暴落して、えー、世界全体がね、景気後退するんじゃないかとか、えー、リスク下の投資が、ね、控えているというか、一旦暴落してるんでね、そういったような状況になってきています。えー、ただですね、まあ、 確実に言えるのは、これからもですね、経済というか、平均株価というか、株価指数は上がり続けると思いますし、BTC はね、アルトコインも、BTC は上がり続けると思いますし、アルトコインも一部のアルトコインは上がり続けていく。もしくは話題のアルトコインとかは、その年ね、バブルの時とかは大きく上がるアルトコインも引き続きね、出ていくんじゃないかなと。ただそれは2017、2021とかよりは減っていくでしょうけど、続いていくことは間違いないかなと思っています。 ただね、今回伝えたいことは、あのー、仮想通貨ね、これを買えば儲かるとか、今は下がるとか、えー、今は上がるとか、そういったことではなくて、まあやっぱり今回はね、暴落して、まあ僕もね、まあ、暴落してくれて、まあ下がった方が嬉しいと思ったんで、現金比率が高くしてたんで、と思ってますけども、まあただこの後ももちろんね、あの10万ドルまで BDC、年末にかけて上がっていくかもしれませんし、まあ値動きに関しては分かりません、えー。ただ皆さんに伝えたいのはですね、やっぱり、 あの大事なことは継続することかなと思ってます投資はね今回の下落があってもでまあ例えば含み損になったりとかねえしてる方とかだからまあ楽観するとか悲観するとかうんぬんじゃなくてそのまあこういう状態になったらこうするっていうことを決めておくとかで今こういう状況になってしまって想定外だったとしてもじゃあ次はこうなるんじゃないかと思ってそのためにはどうするかっていうことですねでまあ結局投資ってお金を投資しないとお金を持ってないとね元本がないと お金が増えたり減ったりもしないわけですけど、だからやっぱり全力で使っちゃう、そのフルレバーというか、現物投資でもレベルレジ取引でも、やっぱりその自分の限界を持ってる全額を投資しちゃうと、次の戦略が打てなくなってしまうので、まあもうね、全額投資しちゃってる方はもう何もできない、もしくは会社員とかね、バイトとか、今以上に何かバイトして稼ぐとか、 何かネットで稼いだり、ね、SNS で稼ぐとかみたいなこととか始めるとかね。まあ投資やってる人はそういうこと好きじゃないというか嫌いな人も多いんですけど、もしくは向かないとかね。うん。難しいんで。もう戦国時代みたいなもんですよ SN。SNS で稼ぐっていうのも。めちゃくちゃいるんでやってる人がね。ただまあ昔よりも逆にノウハウとかあるわけですけどね。逆にね。僕が始めた2015年とかよりは、市場も安定してきてね。逆に言うと、まあ、その SNS で爆発的に稼ぐっていうことも、まあ難しいというか、 成熟してきてきるんでねまあそちはそっちで、まあ、これぐらいにしたいと思いますけど、あのもう仮想通貨に限らずですねでで、仮想通貨もそうなんですけども、その成熟してきたって話で言うと、ビットコインに関しても、まあ、これからですね、何十倍の上昇っていうのは、まあ、あるかもしれませんけども、例えば10倍の上昇までにかかる時間っていうのは、2017年とか2021年の過去のバブルとかと比べると、もう明らかに遅くなっていくと。要はその上昇率のこうね、 昔はこう言って、こう言ってたけども、今からの今後の BTC っていうのは、これぐらいからのこれぐらいというか、だから今回バブルでも、大底が1万6000ドルから、えー、天井が、一旦のね天井が7万4000ドルまでビ、対、あのーえー、ドルで BTC、USDT とかで上がっていましたけども、でも3倍か4倍 ?4 倍いかないぐらいですかね。2万ドルから7万ドルでも2倍、3倍ちょっとということで。 3倍から4倍程度しか上がってないと。で、昔っていうのは2017年とかね、10倍、20倍とか30倍とか上がってたりしたわけなんで、30倍はオーバーかな。えー、まあ、10万円から200万円まで上がって20倍とか取れたわけですけど、まあ、もう BTC ですらやっぱり数十倍っていうのは厳しいと。その1年間とかそのバブルの時期、その、まあ今回バブルとすれば2024年のバブル、2021年のバブルでも、えー、10倍はいってんのかな。2000 コロナショックで下がったところの6000ドルで買って6万ドルまで持っていてそれをジャスト6万ドルぐらいとかそれ以上で売れれば2020年も10倍は取れてますけどでも2017年のね10万円から200万円までの20倍まで投稿を呼ばないですしえどんどんその上昇率は下がっていくとだんだんねでどっかで頭打ちをしたりとかっていうふうになっていくと思います。でもまあその 10年、20年とかかければもしかしたら上がってるかもしれませんけども、まあ問題はですね、10年、20年かけて、その数倍にしかならないものと捉えられるかどうかなんですよね。っていうのと、その、現在の価値がね、この今の BTC の今の今日の価格、5万6千ドルっていうのが、今現在の適正価格というか、今、この瞬間ね、1BTC を変える価格なわけですけども、それがじゃあ1年後どうなっているのか、もしくは半年後、3ヶ月後、そしてそれが5年後、10年後どうなっているのかっていうことを、 やっぱり読まななけければいけないとでそれがやっぱりまあ一番難しいわけですけど、まあ、皆さんにね伝えたいことは、その当たるか、えーまあ、上がっている未来だけを考えれば、まあ、もちろん,なんか僕も10万ドル以上は行くんじゃないかなと思ってますんで、今の5万5000ドル、5万6000ドルで買っておけば、10万ドルなれば2倍近く行くので、悪くないかなと思いますけども、言って2倍ですよ。うん、だその ビットコインで大金持ちになるっていう世界観っていうのはもう無理だと理解すべきだと思います。まあ、夢見たいとかですね、今日も昨日も書いたんですけども、夢見たりとか目標を考えたりとかってすごい大事だと思うんですけども、今日も朝にツイッターというか X にテキストで書いたんですけども、あのー、投資で稼ぐっていうのと、あとは投資で稼ぎたらいいな、稼げたらいいなみたいな夢みたいな、そのざっくりとした夢みたいなね、宝くじが当たればいいなみたいな感じ。 とその他力本願的な感じですねっていうのと、やっぱりその投資で稼ぐってですね、核を決めて、こうしたらこうする、で、何年後かまでにはこれぐらいする、今年1年でとか、今月はこうするとかですね、そういうふうに決めてる人たちっていうのは、やっぱり結果が違ってくると思いますし、で、その例えば、会社員から抜け出すぞとかですね、専業投資家、トレーダーになるぞとかですね、まあいろんなね目標ね、別に会社員やりながらでもいいやと。 資産が100万円が万万円になればいいやっていうぐらいの人もいると思うしいろんなその考え方あっていいと思うんですけど全員がね億万長者になるみたいな何億円ねあの今100万円を3年後5年後に1億円以上にしてやるぜみたいな人もいれば、えー、今100万円をねある100万円をうん3年後5年後までに2倍3倍にできたらいいなって というようよなな控えめな目標とかね、まあ、でも、控えめな方が現実的なんですけど、ただ、いずれにせよですね、どれぐらいでどれぐらい増やしたいのかとか、もちろん市場にもよるんですけどね、上がっていかなければ、えー、稼ぎづらい局面だってあるし、うん、なので、それを選ぶ、市場を選ぶっていうのは大事ですけども、ビットコイン僕は否定してるわけじゃないですよ。ビットコインは僕は上がると思ってビットコインの買い場を探ってるだけです。ただ、まだ下がるっていうふうには思ってて。 だしであとナスダックに関しても今後もずっとね、まあ、無限というのはあれですけども、まあ、僕は一応無限簡単に言うと無限半永久的に上がっていくんじゃないのかなと思ってますやっぱりアメリカが強いからねアメリカが滅ぼされるとかどっか戦争に負けるとかなってくるとまた雲行きは違うと思いますけどやっぱりまあ世界全体見てもどう考えたってアメリカの企業が世界に展開していってるわけなんで。 今後もそれが変わらない限りは、えー、アメリカの会社が強いかなと思ってますしそれはイコールナスダックが強い米国株が上がり続けるっていうことですねそれもかか、あのー、と思ってますだそれらをまあそれもねそれは予想なんですけども、えー、皆さんはねそれらをそのどう思うかっていうのが大事なんですけども今の状況からその抜け出すっていう覚悟とかそういったことが一番大事かなと思ってますあの僕も2018年に あの仮想通貨投資もそうだし、えー、マレーシアに移住したんですよね、日本から。えー、で、それでまあ、一旦その税金も払ってね、あのー、1億円、えなお2億6億六千万円の、えー、利益に対して、売り上げで、ね、その時はネットビネスとかの売り上げですけど、それに対して8千万円の納税でお金払って、あこれはもう、ね、毎年8千万とか1億、今後ね、あの売り上げとか増えていったら1億とか毎年払うぞと。 もしかしたら10億ね、税金払うときになってしな、なるかもしれないと思って、マレーシアに移住したんですけども、あの、何てうんですかね。だからそれが、あの、で、マレーシアに移住して、ですぐさまね、投資は稼げないと思ったんで、やっぱり3年ぐらいね、勉強かなと思ってました。 で、そして2018年から投資始めて、仮想通貨も、FX も、日本株も、米国株も、いろんなね、ジャンルを見たりとか、ま本とかも見ましたし、ネットでも見たし、短期トレードもやりましたし、スキャはあまりやろうと思わなかったけども、えデイトレとかスイングトレードとかね、短期トレードもやりましたし、ドレンの FX とかね、ポンドとかいろいろ見てきましたし、えー、為替関連ね、FX をめちゃくちゃ見たし、うん。で、そこからもうほとんど現物投資になってきましたけども、あのー、 やっぱり3年でやっぱり結果が出るというか、やっぱり長い期間、やっぱり最初の3年ぐらいは乗り切るかどうかっていうのが、多くの大物の投資家というか、で、最初1年目、2年目、3年目、ずっとプラスっていう人もいますけど、やっぱりその1年目、2年目よくても3年目でダメになって、そこからまたうまくいかないっていう人も聞きますし、3年目を乗り切ってからのその5年目。 もしくは10年目まで。で、そこからだんだんこう、3年目以降、5年目、10年目までプラスになっていくっていうのが、僕は一番理想的じゃないかなと。現実的にね。なんでかっていうと、その、相場が動くには時間が必要じゃないですか。縦軸と、縦軸は価格ね。で、横軸の時間経過がありますよね。それは短期でも。横っていうのは常に時間だと。今日は8月5日で。で、短期だったらもう1分足から1時間足、4時間とあって。で、縦軸はまあ価格ですよね。それは、 ドル円2だったりし、ナスサックだったりし、ビットコイン、は全部、もうそれ、固定はこれなんですよ。あの、その、時間軸と上がる軸の、その価格の軸しかなくて、それで、まあ、上がるか下がるか予想して、稼いでいくわけじゃないですか。で、ほとんどの人は負けるっていうに言われてますよね。9割ぐらいの人は失敗すると。で、上がるか下がるかの2択しかなくて、そして、投資する時期。 もしくは売る時期、買う時期、売る時期は自分が設定できて、それは短期トレードのレバレッジ取引でもあっても、現物取引だっても、いつ売るか、いつ買うかっていうのは自分で選択できますよね。コントロールできると。ただ、値動きに関してはコントロールできないと。予想するしかないというわけなんですけども、それにおいて、なぜこんなにも負ける人たちが多いのかっていうのは、単純に状況を理解してないというか、そこが大きいんじゃないのかなと。待てないとか。だから買うか売るかと、現物の時間軸で言うと、現物投資だとやっぱり、 数ヶ月から数年はあのかかると、一回の勝負というかね、取引に関して。えー、ですけども、たった1年、2年、3年とか待てない人が、その、えー、やっぱり利益を積み増していくとは僕はできないんじゃないかなと,と思いますし、別にその短期間でもいいし、今月ね、えー、デイトレとかで、えー、ドル円とかでもいいし、ビットコインとかでもいいし、 今月、ね、一気にその10万円を100万円するんだと意気込んでやってもいいと思うし、できなくはないです、別にあの。無理じゃないし、張り付いていればね。うん、だし、そういうふうにやってもいいし、もしくは現物投資でね、1000万あるから、ちょっと短,短期トレードに1000万全部突っ込んでね、やるのは初心者の俺はきついなとか、そういう風に考えるのも正しいと思うし、だからその自分の皆さんのね、状況に合った正しい判断をしなければいけないんじゃないかなと思ってます。だから僕はね、それを伝えたいなと思って、YouTube とか、まあ、今この動画も撮ってますし、 こんだけね大暴落した時だからこそ、その、は、これが大暴落だと、二番足を作るとかね、そういうのを考えるのも大事ですけど、継続していくっていうか、一生やり続けるんだというふうに決めることが、僕はね、めちゃくちゃ大事だと思ってます。だから僕も3年目まで結果出すって言って、ちょうど2021年に仮想通貨バブルとかコロナショックのバブルが来て、ありがたい結果になりましたけども、そこで理覚しなかったら2022年に暴落に巻き込まれていたしまあ、暴落に巻き込まれていたっていうか、 せっかく増えた分が元通りになっちゃったりとか。で、また今回も上がったらね、また増えてるわけですけども、放置しておいてもよかったって結果になったかもしれませんけど、まあ、ねね、アルトコインの状況を見てもらえれば、仮想通貨に関して言うと、まあ、ビットコインは高値更新してるけども、イーサリエムとかソラナですら2021円の高値は今はね、更新できてないわけなんで、まあ、やっぱり2021に利覚して、もう一回ね、うまみを味わうってことができてるんで、そういった意味でもよかったかなと思います。 それがね、やっぱり今投資を6年続けてきて、たった6年ですよね、僕で言っても。うん。10年、20年やってる人っていますからね。だから、うん。大事なことはやっぱり継続するってことと、チャンスは待ってたら訪れるっていうこと。で、その待ってないと、やっぱりチャンスは訪れないし、待ってるときにチャンス来ましたと、だけども、投資する元本がない、現金がないですっていうんだったら話にならないですよね。 だからそれが大事なんですよ。それを待てるかどうかっていうのと、資金管理ですね。うん、現物投資だと、うん。すごい大事ですよね、結局。結局、じゃあ読み切っていたとしても、読み切っても、えー、投資するお金がなかったら意味がないわけなんで、だからそのお金を稼ぐっていうことも大事だし、毎月毎月ね、その収入とか、もしくは節約するとか、最初はそうですよ。えー、それを必要としますし、えー、ある程度お金稼ぎてきた後も、じゃあこれ以上増やすためにやってなると、もう、 結構、レバレッジをかけるか、もしくは借り入れをするか、もしくは、もう全額投資するのは良くないって言いましたけど、も全額入れていくか、1名柄とかに。っていう選択もまあ,あると思います。でも、そういったえリスクを取らないと大きく増えないです。ただ、これをやるのは、やっていいのは、やっぱり自信がついてきたりとか、もしくは3年、5年とか10年とかやってきて、やっぱり、あ、これは自信あるなってパターンとか、時が来ればね、 やってもいいと思いますけど、やっぱり初心者こそね、でもそれで初心者が当てても、やっぱりその後ですね、同じことを繰り返して、次全額いって、これもう一発当てれば、一気に1億円だとか10億円だって言っても、次の一発で1名がドンってかけて、それがもう大暴落とかなって、もう最初の投資額以下とかになっちゃったりとか、もしくはゼロになったりとか、っていうことも全然ありますから、だからね、本当に真剣に考えてほしいなと。だからもう、 投資っていうのはね、だから皆さんも真剣に考えてほしいというか、あの、普通にやってれば稼げると、大きく上がった時に売ればいいっていうだけ、で、大きく下がった時に買えばいいっていうだけなんですよ。それを繰り返していけば、誰でもお金持ちになれるわけなのに、誰でもって言ったらあれですけど、それがちゃんと状況を理解すればね。だから僕も今年3月に BTC とかアルトコインとか利確しましたけども、普通ですよね。大きく上がったとか、USD の金利がね、前回バブル並みにえ10%以上になったとか、 普通にわかること。で、再生回数もめちゃくちゃ YouTube 増えるし、1月も増えましたけど、3月、4月もめちゃくちゃ増えたし、みたいな。僕だけじゃなくて、他の YouTuber の人も、ね、仮想通貨扱,扱ってる人も増えてるなと、話題になってるなと。これは2021年と同じだなとかね、えー、感じて、まあ、売っていったわけですけども、やっぱり正しかったというか、むしろもっと全部売っとけばよかった。むしろショートまでしておけばよかったなと。 まあ僕もショートしてたんですけど、そん切りかかったんですけどね、正確に言うと。だからまあ、長年やっててもやっぱり失敗は多少はあるけども、やっぱり大まかなところで言うと、やっぱうまくいってるということです。なので皆さんにもですね、やっぱりこの1年2年でお金持ちになることを夢見てたりとかすると思うんですけども、結局人生自体がそもそもね、じゃあこの1年2年でお金持ちになるっていうことは大事というか嬉しいことですけど、じゃあそれが続けられんのかっていうことですよね。やっぱりラッキーでお金持ちだったところで投資でね、 それはさっき言ったみたいく、次の何か投資した時に、それが全部失ったりとか、もしくは大きく下がってしまったりとかして、大損したりっていうことは全然ありますから、うん。だからね、やっぱり投資って気をつけなければいけないなと思ってます。で、ただ単にそれをね、否定してるとか、難しい、やるなとか、やめろとかって言ってるわけじゃないですよ。だけどもやってほしいんですよ、皆さんにね。だけども投資を継続してほしい。そういう辛いこととか、危ないこと、危険なこと、お金が減ることっていうのはめちゃくちゃあるんだけども、 だけども、僕は続けてほしいし、やってほしい、頑張ってほしいと思ってるし、僕のね、この仮想通貨の YouTube とか、今回の話とかも何かしらね、皆さんの何か、なんか参考になればというか、まあまあ、当たり前のこと言ってるわけですよ、僕はね。だけども、やっぱり当たり前のことはやっぱりみんなできなくて、やっぱり失敗していくと。その9割の失敗していく人、お金を失っていく人になってほしくないので、ほとんどはそうなるわけですよ。ほとんどは。見てる皆さんの中の、 9割はそうなっていくわけですよ。ね。だから本当残酷ですよ。うん。もしくは9割以上かもしんない。だから、あの、言ってるんですよ。こんだけ強くね。うん。単純にその、上がる下がるとか、当てるとか、当てた失敗したとか。で、僕は別にこれ下がるとかね、4万ドルまで下がるっていうね予想とか言ってますけど、もう一回下がるんじゃないかってこと言ってますけど、一旦上がってね、もう一回、6万ドルいってからの4万ドルじゃないかっていううに言ってますけど、じゃあ、それが外れたと。 全く検討違いで年末10万ドルになったとしても、おそらく僕は何かしらで儲けていると思いますし、仮にそれが、じゃあ全額現金でしたと、したとしても、じゃあ上がりましたと。確かに儲けるチャンスは逃したけども、じゃあ損失をこむってんのかっていうと、損失はゼロですよね。もしくは残ってるあるところも少しあるので、それでまあ少し上がってプラスに転じるかもしれませんし、もしくは上がっていく、BTC が7万ドル、もしくは8万ドルを超えていった最高値更新したタイミングでもう一発、 BTC なのかアルトコインなのか何かに投資してそこから年末とか来年のバブルが来ると確信すれば買っていくかもしれません。んそこはだから方向転換しますし、だからそこもね、柔軟に僕は考えてます。だからまあ YouTube では僕は下がるっていう風に言ってますけど、上がると思ったら上がるし、そこは切り替えます。僕は YouTube のその、何ですかね、お話でまあ一応お金は入ってきますけど、 えー、メインは投資なんでね、いくら何言われようと方向転換、目線変えて上だと思えば買っていくし、下がると思えば売るし、もしくは現物を売りさばいて現金化しておくし、っていう感じですね。だからそこはもう全くもう切り離してます。YouTube のお話とこの投資の、あの自分の資産運用っていうのは全く切り離して話してます。ただそれを投資してる経験とか、それを僕が考えてることを YouTube で話して、 えそれが再生されるんだったら多少は収益にもなるし、皆さんも参考になると思うのでやってるっていう感じですね。なので、そこはまあ僕のことなのでどうでもいいんですけども、皆さんもね、諦めずに投資を頑張っててほしいなと思って今回動画をね撮りました。だし、ただ単にね、ビットコインが上がればお金持ちになれるんだとかですね、夢見るんじゃなくて、じゃあ上がんなかったらっていうね、 今後、来年も BTC がじゃあ、僕も2万ドルとかまで下がらないなっていうふうに思ってますけど、4万ドル、3万ドルぐらいまで下がった時にどうするかっていうふうに考えると、やっぱり今、強気に買うべきではないなっていう話になったりとか、でも、もしじゃあ10万ドルまでなった時に、あの時強気で買っておけばって思っちゃう自分もいると思うんですよね。だからそれをね、そうなったら、こうなるけどもいいのか、俺はっていうふうに自問自答することは大事です。当たり前ですよね。うん 僕はそれを考えてますよ。だそれは僕は年末10万ドル超える可能性もまあまあなくはないなと思ってますよ。でも、そうなっても僕はどうなるんだと。うん、儲かんのか儲かんないのか損こむるのかっていうと、えー、YouTube は外れたことによってお前外れたじゃんっていうふうに叩かれると。でも、価値の、資産価値の減少はゼロだと。むしろ持ってられるところが上がるということですね。だそれを僕は、あのー、常に考えてます。ずるいじゃんとか言われても別に。 っていう感じで、えル、ー、ずるかろうが何、ね、思われようがですね、まあ、外れたら外れたわけなんで、うん。じゃあ、自分の狙ってる値動きが外れたとして、じゃあ、僕はこうすると。じゃあ、その皆さん、当たった皆さんどうするんですかと。売るんですか、売らないんですかと。20万ドルまで目指すんですかっていう話なんですよね。でも別にその人たちは、僕問いかけてもしょうがないし、僕のお金じゃないし、僕も興味ないしね。 僕よりお金持ってる人もいれば、僕よりお金持ってない人もいれば、同じぐらいの人っているだろうし、えー、関係ないと。うん。だから、これは、あの、完全に個人の戦いなんですね、自分の。自分のお金を自分で運用してるし、皆さんもそうですよね。人のお金預かってやってる方もいるかもしれませんけども、ほとんど9割、ね、99%しては自分のお金を自分で運用してるわけじゃないですか。だから、その大切なお金をね、失ってほしくないと。できれば増やしてほしいと思ってるので、 そのためにやっぱり継続、やっぱり長い目で見て投資していくということは大事になってくるんじゃないかなと思います。ということでね、今回この歴史的な、えー、日経平均の大暴落、そしてまあビットコインもまあ歴史的ほどではないですけども、まあ、そこそこ下がってると。で、ドル円も大暴落というか、まあ、円高に触れて円、ドル安に触れてるわけなんでね、日本国民としてはまあまあ,あのいいことだと思いますけど、うん。 輸輸出業業とか輸入業どっちが儲かるのかかななちちょっっと分かんないけどもどもやってる人にとってはちょっとなんか打撃気あったりするかもしれませんけども日本国民のね普通の生活してる人としてはまあずっとね円安に触れていくよりはどの物価上昇していくわけじゃないですかそれよりは少しはねえ120円ぐらいとかまで下がってくれた方がましなんじゃないかなと思いますし分かんないねそうなった時には今度消費税が15%になるかもしれませんけど。 まあでも、まあそれらも含めてね、人生どうなるか分かりませんけども、僕は当初一生やっていきますし、今ね、見てる人たちも、今年始めた方もね、多いかもしれませんけども、これをね、1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年とえ続けていってもらえればなと思いますし、そうすれば、ほぼ確実ね、儲かっていきます。なんでかっていうと、初心者じゃないからね、5年とかやっておけば、3年、5年とかやっておれば、こういったような、今回はね、日経平均の大暴落だって、 歴史上過去最大規模の暴落ですけども、それだって立ち会えてるわけじゃないですか、僕も皆さんもね。今後一生起こるかどうかわからない下落幅を経験できたし、コロナショックでもそんなに下がらなかったのにね。まあそもそも日経が上がりすぎていたからの下落幅が大きいっていうのもありますけどね。4万からの4000円幅のん、ん ?4000 円幅ぐらいの下落。2000円からの4000幅の下落。6000幅ぐらい落ちて、からの3000円幅ぐらいの上がりっていうか。 これが日経平均が5万とか7万円とか10万円とかになってきたときは10万円からね、1万円ぐらい落ちるっていうのは下落幅、下落率で見れば1万円幅なんだけども、下落金額で言うと1万円とか下がるときっていうのは全然来ると思いますけどね。うん。ただまあ、れにせよやっぱり今回と今年はね、やっぱりまあ、大きな年だと思いますよ、本当に。バブルが起きてからの下落。そして今後どうなっていくのかわかりませんけども、 やっぱり今年、来年の戦い方、まあおそらく現金比率は高めで、ちょっと一旦下落にかける方がいいと思います。で、そして、2025、6、7あたりからまた、えー、ナスダックとか、えー、世界経済がね、またリスク資産に向いていくんじゃないかなと僕は思ってますけどね、そうなるかわかんないけども。で、そこでまたね、大きな資産を作っていってもらえたらなと思ってますし、僕自身はそうなるんじゃないかと思ってて、そういう風にね、えー、ポートフォリオというか、現金比率を高めにしています。 まあ今更ね、ちょっと元気比率高めにしては遅いかもしれませんけども、会社員とかね、アルバイトしたりとか、お金貯めたりして、もうだから僕がもしお金なかったら、かむしらに普通にバイトとかしてね、昼間何か働いて、なんか夜はまた別の、ね、なんか、なんかバイトしたりとかして、お金ない時はそうでした、本当に。休みの日なんてなかったしね、25歳の時なんか。まあそれがね、僕も今、3人子供いて、もう、あそれでもっていうのは無理ですね、多分ね。もう無理。しょうがないけど、もう無理ですね。 だ子供いてとかでそれでさらに働くっていうのは厳しいかもしれませんけど、うん、もしうそういう状況の方がいればね30代とか20代30代40代とかで大変だと思う本当に大変だと思う昔それでも頑張ってくださいって言った方とか僕いたんですけど無理だと思いますねほんと大変なんでそういうふうな方はちょっとまあしょうがないかもしれませんけどもやっぱ空いてる時間で何かね投資の勉強するとか、うん、そういったのは大事かなと思うまあそれしかないですね でそれでまあね、少しずつ10万円を30万、50万、50万、100万、100万を200万、300万、1000万っていうふうにね、していければ、やっぱりまあ、老後資産というか、そこからだんだん早くなっていきますが、こうなっていきますか、資産上昇っていうのはね。100万を、10万を100万にするのが3年かかっても、100万を1000万にするのもまた3年ですけども、そこ900万増えてますからね。10万円が90万増えたのが、また900万も増えるまでまた3年だとしても、6年でその10万円が1000万になってるみたいな。 1000万からまた3年で1億とか行ったりするわけですから、こうなっていきますからね。だら結局、10年とかかければ、無一文からでも100万円からとか10万円からでも、結局1000万とか 1, え1億とかなるわけですよね。だからそれを目指してですね、頑張っていってもらえたらなと思います。ということで、本日の動画はですね、以上になります。えー、ぜひね、参考になったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、こちらの方にね。 公式 LINE や公式メールマンもありますので、こちらの方の登録と、あと僕のスタイルするね、オンライントースクールのジーンベース t o r Premium l i というものもやっていますので、もし興味ある方はですね、えー、ぜひ参加してもらえればなと思います。それでは今回の動画以上になります。最後ご覧いただきまして、ありがとうございました。